はいどうも、ナポエン実行チャンネルをご覧の皆さん、どうも、実ルの井ノ口すどうも、こんにちは。本日は、令和4年、愛知高校入試、A 日程、理科の話をしていきたいと思います。理科どうでしたかちなみに、問題当てましたよ <laughs>。非常に出るなっていう問題、やっぱ傾向としてありました。しかも、理科は、B 日程を受ける子は、 に自己採点してくださいねこれらの分析、総評、B 日程につながる話をしていきたいと思います。もし B を受ける方は、ぜひチェックをしてください。そして、こんな問題解けるか、これめっちゃ難しかった、B 日程どうしたらいいですか、いろんなことあると思います。 ぜひコメントしてください。そして皆さん必ず自己採点をしてください。自己採点をすることによって、イノ塾の合格判定サイトで合否がすぐにはわかります。また、A グループは3月の10日、B グループは3月の12日に、今年度のデータでさらに詳しい合否判定が出ます。また自己採点をすることによって、A 日程で出た問題を B 日程でも出たり、 それとは違う分野が出たりとかしますこれについての解説動画はまた出しますそのため必ず受験当日自己採点をして合否判定サイトで合否を確認してくださいまた受験相談ライブ 分析ライブは3月の7日、3月10日の23時からやる予定です。ぜひそちらもチェックしてください。この YouTube の内容の詳しい情報はさらにブログで公開してますので、そちらもよろしくお願いします。また、内心点、当日点わからない方、井の塾のブログで公開してます。それでは総評、分析、行ってみたいと思います。 はい。じゃあ話をしていきたいと思います。理科の総評としては、まあ、例年通りかなと思います。特に総評として言うべきこともないかなと思うぐらい、まあ、例年と同じか、まあ、もしくは普通かなぐらいだったので、皆さんのコメントお待ちしております。どうでしたか簡単でしたか難しかったですかどういった問題が難しかったですかそういったものをコメントしてください。一応、理科の対策としては、資料集。これが非常に大事になります。そのため、資料集を今まで読んだことない子は、もう一度見直してください。 また理科の問題は難しくなるように長い文章グラフ表 そういったものをたくさん出したりとかします。そのため、しっかりと分析して、しっかりと要約して、しっかりと読み取る。そういったことが非常に大事になります。そして、B につなげたい。そういった子は、ここから重要になります。A で出た分野は、基本的に B では出ません。例えば、今回、心臓が出ました。心臓は出ません。しかし、体の分野は出ます。例えば、血液、筋肉、反射、そういったものは出たりとかします。そのため、絞れるところと絞れないところがありますが、これに についての詳しい動画はまた出しますのでそちらをチェックしてください特別言うようなこともないんですがもう例年に比べて何も変わらないそういった問題になりますそのためおそらく平均点も変わりません少しだけ話をしておくと B には電気が今回出ましたしかし力エネルギーが出てないんですよつまり力エネルギー出る可能性非常に高いんですよこういったことを注目して対策取るのが大事になりますので皆さん A 日程でダメだったっていうこと諦めずに してくださいそしてね本当に言うことはないぐらいいつもと一緒そして資料集やっぱすげえ大事だなって思うようなそういった問題だったりとかするので是非皆さん資料集読み直してください特に A 日程で出てない分野を読み直してください また、B にておける子、自己採点をして、必ず何ができるかを明確にしてから、受験に向かうことが大事です。良かった悪かった、受験が終わってから話をしてください。ソーラーライブもしてますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。